こでさ、なるほど、はい、日課の電気をさ、1個見て、はい、BK1 が 3g、NB5 が 14g、2液 83g です。面白いね。美味しいよね。今だよ、ケチだよ、だから。はい、どうぞ。ケチだよって、みんなケチだよ。誰なんだ。残り残したんかい、夏で。残り残したんで。いっぱい残しとか。カブに消費者するから、ね、何言ってんの、カブに消費者するからね。みんな持って帰ったんだもん。まあね。うん、まあでも死んで金持っていないからね。そうだよね、持っていないから。だから私最近思うもんね、あといつまで元気でいられるから、あれ1年どのぐらい使うかなと思って。まあお金もないとほら子供にくれ言えないじゃない。そうそうそう、だからね思うけど、でもさ、どのくらいまで生きるかはね、なんていうか、ちょっと先は見えないね。見えないんだよ。そしたら言うから、うん、これね、あのおばあちゃんね、食はいいしね、顔がツヤツヤしてるしね、うん、100まで生きるようなんてさ。あ、なるほどね。今94なんだよ。はい。それなんだけど100まで生きるようなんてよ。4だっつうからさ、あと2年ぐらい生きれんだね。家向こうみんなおむつだなんだ、みんなさ、はい、あ今デイサービス毎日行ってんだけど、はい、だけど、見てるわけだからさ、あ、はいはい、大変だからね。そうだね。自分家のことして、それで、孫もいて、働き行ってんだからさ、はい、8時に出てくるんだから。それは大変だ。大変だよね。それは大変だ。だからこんなになったら、病院行ったら誰かが、まあ痩せたけどあれか、おばあちゃん見てるんだ、宴会なんて言ったっつうけど、いや、はい、そうじゃないねん、痩せたって痩せてんだよなんて言ってさ、はい、カバーしたっつうけどさ、薄いったっつうけどね、いろいろ疲れないね、うんうん、それは疲れるよ、うん、自分の間と違うもんね、神経使うもんね、自分の間と違うもんね、うん、そうそうそう、中野牛食べに行くん？たまに行こう。行きます。あそこになんかできたって聞いた？何を？花のなんとか。ああ、できた、そうだ。